2013年岐阜県知事選挙は、2013年1月27日に、投開票が行われた岐阜県知事を選出するための、選挙。現職の古田はじめの人気満了に伴う、知事選挙。3期目を目指す現職で部所属の古田と新人で、共産党公認で、同等県常任委員の鈴木による一騎打ちとなった。5年、9年に続いて、 主要政党が古田に相乗りする形となり、日本維新の会見本部の推薦も得た。主な争点は、2期8年の古田県政の実績への評価など、一票で愛する岐阜県変わるはず2名、届け出順。各候補の得票率、投票率は33.92%で、過去最低だった2009年の38.44%を、さらに下回る投票率であった。 当日の有権者数は167万1179人で、投票総数は56万6813票であった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金没収外境は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は、有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。 得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。現職の古田は職員の給与カットなどの行政財改革や前年秋の岐阜清流国体を開催したことなどを2期8年の実績として挙げながらみんなが主役の清流の国岐阜づくりを掲げ地域の絆づくりや町づくりに力を入れると訴えた。その結果、県政与党の各党や連合岐阜、 JA 関連といったおよそ300もの各種団体の指示を得て、万弱の体制で選挙戦を展開した現職の古田が圧勝した。共産党公認の鈴木は、福祉の拡充や地域経済の振興、消費増税反対などを訴え選挙戦を展開し、古田県政への批判票の取り込みも狙ったが、出馬表明の出遅れなどもあり、県民に政策が浸透せず、 圧倒的な支持基盤を誇る古田には遠く及ばなかった。5年、9年に続いて、事実上、オール与党対共産の構図の選挙戦で、目立った争点がなく、盛り上がりに欠けるなどして、投票率は伸び悩み、過去最低の投票率となった。ありがとうございます。